ブラジルのサンバカーニバルに登場したのはなんと青森県五所川原市の巨大ねぷたでした。日本の真裏にあるサンバの国の国民が見せた意外な反応とは。日本の真裏、真夏のサンバカーニバル、招き猫に大仏と美女。ブラジルの一番暑い夜を日本が盛り上げた。長い冬、雪に閉ざされ辛抱強く過ごす青森県五所川原市の人々が揃って熱くなるものがある。毎年8月に行われる立ちねぷた祭りだ。この巨大な立ちねぷたが海を渡り、あのブラジルのサンバカーニバルに初めて参加することが決まったのだ。我々青森県人にとってはね、夏祭りっていうのは冬とか秋のね、閉塞的な時から一時だけね、解放されて夏にうさばらしみたいな感じでね。明治時代には大地主たちがその力の象徴として競って作らせ、喧嘩で他のねぷたを壊してしまうほど激しい祭りだったという。今年外交樹立120周年を迎える日本とブラジル、サンパウロの強豪サンバチームアギアジオーロは日本をテーマにするため去年青森県に視察に訪れた。サンバチームから相談を受け、衣装デザインの一部を担当した越野純子さんの突然の思いつきだった。急に電話ありまして、最初はね、雲つかむような話ですけども、もうやってもらえやってもらえでここまで来てる感じですね。やってまーれは喧嘩祭りの名残の掛け声。五所川原の人たちにとって、とにかくやってみようという合言葉だ。出陣するのは東日本大震災からの復興を願い、地震ナマズを鹿島大明神が抑え込んだデザインのもの。ブラジルの支援への感謝の気持ちも込めた。33歳の福士さんが3年前に初めて手掛けた大型立ちねぷただ。ねぷたがなければ多分私は生まれてきてないですよ。サンパウロの方々もやっぱり富を抜かれることだと期待しているところです。いざ1万8000キロ先のブラジルへ。43日間の船旅だ。およそ3万人の観客が見守る中を立ちねぷたが堂々と練り歩く。ねぷたに合わせ湧き上がる歓声、多くの日系人も参加したおよそ3500人の大パレードだ。ありがとう、さようなら、バレオ日本。繊細で日本らしかったわ。ブラジルではあそこまで細かい出汁は作らないもの。